時に夏目さんが一瞬目閉じて受け入れ体制になっちゃってるんですよ。でなんか2人のやり取りとかも眺めたいなって思います、はい、有楽町店行こうってなりますね皆さんこんにちは。チルチル商業 BL レビューサイトチルチル社長のひろしです。はい、あのチルチル記者のアプリコットです。はい、アプリコットさん、はい、コスメティックプレイラバーという作品が実写化されたようですね、はい、やったーもうご覧になったんですか。はい、1,2 話なんか毎週 1,2 話ずつ放送されてるんですけど、はい、2話まとめてちょっとチェックしてきました。お、主演はの2人はどなたに なっておりますか。はい、マミヤ夏目、受けのマミヤ夏目役が奥野壮さんで、はい、攻めの佐橋東馬役が豊田雄大さんを迎えて、はい、ドラマ化されております。はい、いやなんかね、漫画だとすごくペロペロなシーンが、はい、ありますけれども、まあ、ちょっと初っ端からっていう感じなんですけれども、はい、ドラマでは純愛っていう、純愛なんですか、はい、ちょっとあの、まあ、グイグイ来る後輩とちょっとそれに翻弄される先輩のあの攻防が描かれている純愛となっております。ところどころなんか SNS で回ってくるあの動画とか見るとドーンとかなんかそうですね、あの距離が近いっていうところがすごく、はい、あの魅力だなと思っておりまして、まだ2話じゃないですか。そうですね、まだ2話なんですけど、え、2話でここまでやってくれるのっていうシーンが本当に盛りだくさんなんですよ、はい、夜景をバックに傷シーンが1話のラストでございます。はい、はい、その傷シーンなんですけれども、まああのいろいろ頑張った佐橋くんがご褒美くださいって夏目さんに言うんですけど、それでいいよって、あ、普通にご褒美ってご飯かなみたいな、もう鈍感なね、あの何も分かっていない何も分かっていない、普通にご飯とかって思うじゃないですか。そうだ、まあ、BL 的にはBL 的にはご褒美ってそういうことじゃないんですよそうなんだそうなんです、 BL 的にはご褒美というと、はい、まあそういうことになるんですけれども、まあ、はい、何も分かっていない夏目さんがあの首をかしげていたところも腰を引き寄せてキスするっていう、はい、でその時に夏目さんが一瞬目閉じて受け入れ体制になっちゃってるんですよ。もう受け入れてんじゃないですか。そうなんですよ、だから、まあ、もう好きなんちゃうみたいな本当なんですか1話から好きなんじゃないかあれみたいなところと、はい、あともう決して逃すまいという、はい、あの佐橋の攻め力がちょっと見られておりまして、もう1話からもうなんか完全にマッチングしちゃってね、はい、そうなんですよね。あとなんか覗き込む感じのなんか身長差っていうか、はい、ちょっと身長差が2人結構あるんで、そういう体格差的なところとかもいいなって思いました。はい、はい、推しポイント、まずはあの男性美容部員同士の恋愛ということで、お仕事模様もきちんと描かれているんですよ。なんかその先ほどお伝えした通り純愛っていうことで恋愛シーンもたくさんあるんですけれども、中でも男性美容部員ってやっぱり美容部員って女性のイメージじゃないですか。だからちょっと肩身が狭い中ちゃんと認められようと頑張っている努力している夏目さんがちょっと顧客メモを一人ずつ作っていたりとか、ちゃんと一人ずつお客様と向き合ってあのお仕事をちゃんとしているっていう様子と、それに感化されてちょっとやる気がなさそうだった佐橋もどんどん徐々に徐々にやる気をスイッチ入れて出していくっていうところが、結構二人のそのあの美容部員っていうか働く男の美しさみたいなところも見どころなんじゃないかなって思います。はいはいはい、なんか見てると原作よりもなんか真面目に書いてるってこれ言っていいんですか。そうですね、あのやっぱり舞台があのリアルなセットが使われてるじゃないですか、はい、より臨場感があるっていうか、はい、あ、2人が実際に接客してくれるとしたらこういう感じなんだろうなっていう解像度が高いなって思いまして、はいはいはい、やっぱりそのブラシをなんかこうなんだろう、お客様のところにやる所作とかちょっと化粧品の扱いとか、はい、そういうところもすごく丁寧で美しいんですよね。接客されたいってなりましたね、はい、女性的にはじゃあ女性の、ね、美容部員の方よりドラマに出てくるような男性の美容部員がいらっしゃったらそちらでこう言ってみたいなって思うものなんですかそうですね、やっぱりあの私は接したことないのでまだわからないんですけれども、はい、やっぱりその佐橋と夏目さんのようななんかしっかりこっちに向き合ってくれて、はい、丁寧に接してくれる方がいたらもうぜひ、はい、接客してほしいですし、なんか2人のやり取りとかも、はい、
眺めたいなって思いますねその営業の一環としてペア売りされてるんですよ2人が。そうなんだ。それをなんかあの、はい、2人イケメンから両サイドからちょっと接客されたらやっぱり女性として嬉しいなって思うじゃないですか。ちょっと通っちゃうぐらい行っちゃいますよね、はい、ちょっとファンになっちゃうなって思います。有楽町店行こうってなりますねはい、で2つ目のポイントなんですけれども、やっぱりその2人それぞれのキャラクターが際立っているなって思います。その不器用なんだけれども、真面目ですごく優しくてまっすぐだけど、まあちょっと空回っちゃう時がある夏目さんが、ちょっとやる気がないけどもう顔の良さだけで集客力抜群みたいな、佐橋のちょっとデコボコっぽいコンビなんですけれども、やっぱりその夏目さんが、そう、佐橋って結構誤解されやすいタイプ、はい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 、だけど夏目さんだけが佐橋の努力を認めてるっていうところが、やっぱりそのなんだろう、人の良さというか、はいはいはい、夏目さんの魅力ってそういうあの投げ出さないでまっすぐ人と向き合っていくところだなって思うので、はいはい、まあこれは惚れちゃうなっていうなんか自分にちゃんと真剣に向き合ってくれたし、はい、あと本当にちょっと小動物味があるんですよ。なんか可愛らしさというか、ちょっと純粋ピュアな感じのところがあって、そんななんかこう曇りのない目で見られたらちょっとグッとくるんじゃないかなって思っちゃいますね。そうですね。なんかね、原作を見ててもまあ流されやすいな、はい、あ、チョロ系のほだされ受けっていう、もうザけなげほだされ受けみたいなところがあるんで、はい、あとはその佐橋の攻め力ですね、はい、年下攻めじゃないですか、はい、そのちょっと囲い込むような感じっていうか、ちょっと余裕な攻めオーラみたいなところが、やっぱそういうのってなんだろう、今風で言うとメロいみたいな、はいはいはい、ちょっとえ、この攻めメロみたいな、ちょっとメロメロになるぐらいかっこいいみたいな意味なんですけど、ちょっとそのかっこよさみたいなところが前面に出されてて、もうキュンが止まらないっていう、結構貫禄ありましたよね。そうですよね。なんかあの余裕なオーラ、なんだろう。そうですよ。なんか妙になんか色気あるじゃないですか。そうですよね。なんか意味深な眼差しっていうか、そのからかってるのか本気なのかちょっとわからない、はいはい。ちょっと判別がつきづらくて。はい、俺夏目さんに本気になっていいですかって迫るシーンがあるんですけど、はい、それがちょっとえ、からかってるだけだよなと、え、本当に好きなのみたいな塩梅のバランスが絶妙すぎて、はい、うまい攻めがって思いました攻めがうまいです、はい、こういうその出来合い攻めみたいな、ちょっと執着してきてもう囲い込む、はい、出来合い攻めみたいなのってもう5000年ぐらい前から言って知ってたんで、はい、いいなって思いました。なんか本当にスムーズになんか囲い込まれてましたよね。そうですよね。なんかもう本当にあれあれよあれよっていう間に、なんか本当に、はい、なんか淀みなく囲い込まれてて、ね、全ては手のひらの上みたいな、計算通りみたいなところがあったので、こういうちょっと腹黒いけど愛が増し増しみたいな攻めって魅力的だなって思いますね。ちゃんとあれ2人の協力がないとね、あそこまでスムーズにはいかないでしょうからね。そうですね、相性がいいんだと思います。チョロ受けと、はい、あのもう計算高い攻めみたいなところで、はい、ちょっとまあこれからどん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 、あと6話あるんで、あと6話あるんですね、はい、あと6話のうちにどれだけズブズブに愛されていくかっていうところが見ものだなと思っております。はい、やっぱりあの魅力いくつか語ってきたんですけど、やっぱりその甘々具合っていうか、糖度マックスなところがやっぱり見どころかなって思っておりまして、あの私結構 BL ドラマ大好きなんですけど、うん、なんか群を抜いてというか、割とトップレベルの甘さを誇ってるなって思います。はい、なんかそのさっき言ったキスシーンであったりとか、なんかこう独占欲がにじみ出てるシーンが多いんですよ。それは攻めの方ですね。攻めの方の、あの夏目さんがちょっと片思いしてる相手がいるんですけど、ずっと憧れの相手みたいな、はいはいはい、その人から電話がかかってくるんですけど、はい、その人の電話を勝手にあの攻めの佐橋くんが出てで抱きしめながらこうハグしながら、この人もう俺のなんでっていうシーンがあるんですけど、ここまでこう独占欲というかグイグイ行く攻めはなかなか見れないので、ちょっと確かにそうですよね、はい、半分寝取られみたいな感じですよねあれね。ちょっとまあまあまあ実際はねピュアな、はい、あの感じなんで、あのまだまだそういうことはないんですけどでもまだそういうシーンとかはないのにもかかわらず、このなんだろう、はい、にじみ出る色気というか、なんかちょっとなんだろう、匂わせが、はい、
これから1話2話でこの甘さでこっから先どうなっちゃうんだというあの期待値が本当に高まっております。あれだけね、こう壁ドンだとかそういうこうね、はい、まあ、典型的って言ったらあれですけど王道のね、王道シチューが、はい、これだけなんかうまくやるっていうのはね、いやもうなんかご褒美っていうか、なんかバイキングのように並べられていて、はいはい、あの壁ドン、バックハグ、はい、キス、はい、独占欲みたいなところで、もう本当にタイトル回収も素晴らしかったですし、なんか2話のピアスの意味上書きしてみたいなのがあったんですけど、はい、あの失恋の記念、失恋記念じゃないけど失恋しちゃったから開けたピアスを、はい、なんか失恋したから開けたんだなって見抜いた佐橋がなんかこれって言って上書きするためにピアスあげるんですよ、はい、そういうところもなんかもうあの、あ、全てを自分のものにしようとしているな感があって、恐ろしいですね、末が恐ろしいですね。一話二話でこんなに期待させちゃうんですからね、もう最終話で見たらどうなっちゃうんだって感じですが、いやもうドキドキなのでちょっとテンション上げながら見させていただいております。すごいスタートダッシュがすごくなって見ててはい、なのでまあちょっと8月1ヶ月ね、あの前話放送2話ずつ1ヶ月で前話放送して、はい、また9月からはハッピーオブジェンドが始まるそうなんですけども、はい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 、8月の間はもうずっと駆け抜けてくれることを期待しております。はい、1、2話は TVer で見逃し配信されておりまして、あのそれ1週間過ぎた後でも FOD で、はい、独占見放題で配信されておりますので、はいはい、もうあの追いつけなかった方は FOD でぜひぜひチェックしてみてください、はい、それでは皆さん、バイチルー。